あと先ほど聞いたらね、働く女性を応援したいという気持ちがある、うんうん、なんか初めて人のためにって思ったってさっき言ってて、いやここまでこうね繋がったところでその話はどうなんですか？そうですね、そう思えたのもあのたまたまなんかあの鶴瓶さんのところで、うん、あの空手のね先生に会った時にちょっと空手すごい方なんですけども、うん、やっぱり仕事とその空手のやりたいことっていうのがちょっと、うん、あのバランスが大変だっていうお話を聞いた時に、うん、ふと私の中であって、そういう私がもし清掃会社をやったらそういう夢のある人を応援できるんじゃないかなと思ったんですよ。でそういう応援できるんだったら、うん、あそういう会社をやあの清掃会社をやるのは自分でやりたいなと思ったんですね。でそれが思った後にあの今ちょっとある区役所の清掃入ってるんですけど、うんうん、ヤクルトレディさんが回ってたりするんですよ。はいはい、回ってて、で回ってるのとともに、まあ、その清掃会社の方の会社の方で求人を出してもやっぱり募集なかなか来ないっていうことで人手不足なんですね。うん、でなった時にあの女性の方って家のことだったりとか、うんまあ、シングルマザーの方もいるかもしれないですけども子供がいたら早朝働けないとか、うん、あのなんて働く時間が限られてくると思うんですね、うん、ただヤクルトレディさんのところって多分託児所ありますよね。ヤクルトはね託児所があるんですよ。だから働きやすいっていうのがあって、うん、うちの家内は昔ヤクルトレディやってたんで、うん、僕と一緒になる前、うん、だから託児所があるからですよ、うん、だったら自分でもしそういう会社をやる時に託児所も作って女性そういった働きたい女性も応援 したいなっていう気持ちになったんですね、うんうんだからなんか託児所やったりいろんなことなんかやりたいことをやりたい人を応援していきたいなっていう、うん、でなんかそっちはそっちであれもいいなこれもいいなっていうなんかでもまだぽやっとした感じですけども、うん、そこはそこでちょっと考えるのが楽しくなってきました、うんうんうん、今のどうですか託児所までも含めて。もうだって、保育園問題っていうのはなかなか完璧に片付かないよね、うん、ね待機児童ゼロとか実現しないじゃないなかなか。ただそういった中でニーズは絶対あるよね。でまさにうちの家内が僕と結婚する前そうだったんでヤクルトなんでヤクルトなのって、うん、託児所があるから一択ですよ一択、うん、子供預かっててくれるんで、うん、その間働けるから大したギャラにはなんないんですよ、うんまあ、売れる人は違うのかもしれない、うん、うちの家内相当売れるキャラだと思うんだけど、でもその託児所別な本当に仕事ガチにやって給料高くても保育園に払うものをさっぴいたら意外と手に残んないんで、だから託児所があるからっていうのが理由は素晴らしいですよね。だからそれはお掃除の会社だって同じだよね、うん、まあ林業法人会お掃除の会社あるので結構、うんからいろんな情報交換できるんじゃない、はい、ね、あの、まあ、あとで懇親会で具体的な名前を教えますけどももう親身になって相談乗ってくれる大物がゴロゴロいますよ、ね、日本 の, あの草脇的な人までいますよ、うん、その分野のね。だから、うん、やってみたら面白いと思うよね。ダメでしょうね。どうですか、うん、そうですね。で今ちょっと思ってることは自分でサロンの方の稼ぎで、自分の収入を確保できてたら、うん、そっちの会社の方は別になんかその働いてる人たちのために回すことができるんじゃないかなと思ったんですね、うん、で、ね今日自分がここに出てるのは不思議なぐらいなんですけどいつも聞いてる側なの で,、うん、でここでお話聞いてた時に他の、ね、あのいろいろ会社経営されてる方とかが木をね、幹を太くした方がいいっていう話あったじゃないですか。なのでそういったことで働いて くださる人たちを守れるような会社にしたいなっていうふうにも思いますし、なんかいろんな方たちの話を聞けるのがすごいなんか自分に今プラスになってるなっていうのはあります。すごいですね。入って2年入会して1年、うん、1年ですちょうど1年ですね。紹介したいい人ですね。トリカさんですけどね。はい、あと工藤さんがいつもおっしゃるのは、うん、まあその志や思いはそれはそれで全然否定するものじゃないとして、うん、今目の前に来たことを一生懸命やりなさいということをいつもおっしゃいますよね。そういう意味で言うと今
ゆきさんの目の前に来ている、うん、その清掃とサロンをとにかく一生懸命、一生懸命やる、うん、あの今目の前にあることを一生懸命やる人って人生開けるんですよ、実言うと、うん、ね、一生懸命やんない人多いから、だからちょっと一生懸命やるとあっという間にアドバンテージが取れるので、本当にねしっかり一生懸命やる人って実はすごく少ないの。だから、ゆきさんに、振ってみたらものすごく一生懸命やる。それはみんなその周りの人も絶対見てるので、やっぱり信用も上がってくるし、あと運もついてくるし、いいことしかないんですよ、ね。まあ、昔の誰が言ったか分かんないですけども、働きに勝る貧乏なしっていうのがあって、一生懸命やったら必ずいろんなものがついてくる。目標設定とかもいいし、こうやろうああやろうって事業計画ももちろん作るべきなんですよ、うん、でもそれっていうのはやってもいない自分が絵空事を書いたのが事業計画書なんですよ、うん、経験値が、ね、なかったり、はい、ね、で未熟な自分が将来、ちょっとは人間的に成長した自分に対して命令書を書いてみたいなものなんですよ、はい、だからそれっていうのはまあ目標とか、まあ、あった方がいいんだろうけれども、あまりそこはこんな風になりたいなぐらいでよくって、うん、大事なことは今目の前にあることを怠らない、その生き方が次のステージ絶対作るので、だからどのステージに行くか分かんないですよ、うん、今目の前にあることを一生懸命やると、私ここに立つんですかっていうステージの先端になんか勝手に連れてかれるんですよ、うん、だからその人生をね、はい、今までの人生振り返ってね、きちんとすべきものはきちんとしなきゃいけないよねっていうのがあって、いろんなものを整えなきゃいけないよねっていうのがあって、その気になってやり始めてみたらいろんな話が来るっていうのは、はい、今目の前にあることを一生懸命やり始めたから、うん、私が掃除なんですかってでもいいんですよ、それで、自分のところに来たんだから一生懸命やらせていただいて、舞台の中央で踊ればいいの、一生懸命、うん、そうするとまた、だから分かんないよ。3年後、5年後、10年後、どこで何してるか全然分かんない。だけど、一生懸命やった先に、たまたま来た話また一生懸命やったらって。そうやって、自分の青い写真描くのは確かにいいですよ。でも、それは欧米型の目標設定のやり方であって、でも、古今東西見ると、目標を立ててそれを達成していくって素晴らしいけれども、でも、目標を立てて達成したことって達成してみるとあれって思うことのが多くって、俺これ本当にやりたかったのか、本当にこうなりたかったのかって、こんなことに俺一生懸命だったんだってなること結構あるんですよ、ね、だからなんか人生の欲しいものリストを作ってもあんまり意味がない。今目の前にあることを誠実に一生懸命やる、誠実にね、そしたら自分はどんなステージに次立たされるんだろうって未知な領域を楽しみに待ってればいい、うん、そういう生き方の方がなんかいいような気するけどね。自分で何がやりたいかっていうところもあまり分かってないんですけど、うんうん、それも別になくても、だから今目の前のことを一生懸命やればいい、やってればいいっていうことですね。何をやりたいなんていうのなくていいんですよ、うん、だって何をやりたいっていうのがあってやったとするじゃん、はい、でシャンパンタワーでしょそんなもんなんですよ、はい、そんなもんなんですよ。だから目の前にあることを一生懸命やればいい、もうそれが答えですよ、うん、僕ね今月になって、うん、なんか新しいお仕事じゃないですけど、うんうん、出版サポートをやってくれないかって言われたんですよ。で何って言ったら、例えば4ヶ月ぐらいで、うん、本は出したいんだと、うん、4ヶ月ぐらいで書き方から、うん、取材の仕方から全部教えてくれないかと、うん、で原稿ができた際には出版してもらえないか、うん、で払うものは払うから、うん、って言われて、あ、そういうニーズがあるんだと思って。あ、でも確かにどこ行ったら教わる、教えてもらえるのか全く分かんない世界です。 できた原稿から批評されるでしょ、うん、じゃなくて作るところからこういうテーマでこんな風に書きたいんですけどって言って、うん、まあなんか、まあ、レクチャーがあるかもしれないけど、うん、レクチャーして、で1対1なりで僕と話をして、うん、こんな風に書いたらどうですかって言ってやっていく、うんうん、で最初からそれ出版だと高いじゃないですか、うんうん、でも月額で、うん、例えば3万か4万か分かんないですけど、うん、で4ヶ月間で1回縛りましょうって言って4ヶ月間やるって決めて、うん、
多分ね、そこそこできると思うんですよ。いや、できるでしょうね。で、できたら、まあ、じゃあ出版しますよ。で、うん、じゃあいくらくださいとか、割引しますよとか。うん、できなければ、もう一回ちょっと格安で。まあ、本出してみたいって人はかなりいると思うんでね。で、その人は、うん、私の周りもいますよっていう。いや、いると思いますよ。あ、そうですか。でも、それが釣りさんのところにその案件が来たっていうのが、なんか面白いですね。それが、来たと思って。だって、出版社なんて星の数ほどあるし、うん、で、バンダイフォー書房って、比較的、新参者じゃないですか、業界的に言うと。そうです。今何年弱小です。何年今2年 ?3 年目だよ、ね。3期目です、はい。3期目でしょ。だから2年過ぎたところだよね。はい、で、2年間で何冊出したんですか ?70、いく5ぐらいですかね。だからそれって多分すごいと思うんですよ、うん、だってスタッフが何百人もいるわけでもないのにね、うん、ほとんど辻さんが一人でやって、あとはみんなが手伝ってはくれてるけれども、うん、でもすごいことじゃないですか。頑張ったと思いますってか、頑張ってると思います。だから今目の前にあることを一生懸命やったから、うん、その出版のコンサルをやってくれとか、出版のアシストを、出版の仕方を教えてくれって人が出てきたわけでしょ、うん、そんなの考えてもいなかったじゃない。全然。だから一生懸命やるっていうのはそういうこと。今度はやっぱ出版社自分で作ったらって言うと思うんですよ。うん、そういうこと。ミニ出版で、出したいのね、うん、10冊あるなら、うん、僕にお金払う必要ないんだから、うん、作り方でね、全部教えますよ。そうだよね。で、2万か3万で教えたら、うん、あとは自分で実費払ったらできるじゃないですか。ね、うん。それがいいの。あ、そういうニーズがあるんだ。うん、あると。だって特に大手出版社なんてそんな絶対やんないもんね。うん、下手に目端が利く人が出版のやり方覚えちゃったら、商売がたき作りますからね。うん、それは釣部さんだからできる仕事なんじゃない。でびっくりして、あとね、うん、インタビューのが来たんですよ、うんうんうん、こういうのを聞いててくださって、はい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 、いや釣さんのインタビューってなんか魂に寄り添いますよねって言われたんですよ、うんうんうん、でえそうなの、うん、って言って、いや 俺それしたいことだよって言って、うん、教えてくれないかって言うんですよ、うん、いやこれはね教えられない、盗んでくれって言って、うんうんうん、じゃあ盗ましてくれるって言うから、うん、盗ましてあげるよって言って、それはちょっとまだ具体的にどうやるかは、うんうん、アイデアレベルでしかない。でもそのインタビューのやり方を教えてくれっていうのも、やっぱりほら、僕は辻さんの歴史を知ってるつもりだけれども、うん、前もここで言ったんじゃないかな。伝えたいことがあるんだって、うん。でも聞く意味持ってないくれない人ばっかりで、伝えたいことが、言いたいことがあるんだって。でもそれをうまく引き出してくれる人にずっと会えなくって、うん、それで悔しい思いを20年がかりでしてきたわけでしょ。うん、だから辻さんはインタビューが、かゆいところに手が届くようなことを聞いてくれるわけですよ、うん、まあなんか似たようなこと言ったと思うんだけど、うん、だからそれを視聴者がこれを聞いてて、辻さんのインタビューすごいよねって思う人が出てきてっていうね。それはコーチングとかカウンセラーとか営業マンの方なんです、うんうん、そうでしょうね。差別化ができないんですって、うんうん、で唯一差別化っていうのは人格だと、うん、人柄だと。じゃあ人柄はどこで勝負するかっていうと、うん、相手の魂に寄り添えるかどうかだと思うんですよねって言われて、あ、そうなんだと、うんうん、まあ、コーチングやってる人とかカウンセラーなんか伝えるものなんかないと思ったら、最後のスキルはそこだって、うん、そうでしょうね、うん、商品やノウハウは自分はあるからいいんです、うんうん、そこがわからないっていうんです、うんうん、まさに一生懸命やってたことが形になってきてるじゃないですか。だから本当そうなんだなと思って、うんね、これからまあどうね、うん、商品化するかはまだ別ですけども、うん、本当に一生懸命やってると起きるなと思うんです。あと先ほど工藤さんが言った、うん、知っていることとできることとやることは全部次元が違うじゃないですか。で特に知っててできることまではいっぱいいるけど、うん、やる人っていうのは本当に僕少ないんじゃないかなと思うんですね。みんなやらないからね。できたらいいなと思ってるのね。ねえ、だからまあ僕らは実践実践っていう言い方をしますけどね。理屈を言える人は星の数ほどいますよね、うん、っていうかほとんどの人は理屈は言えるんじゃない、うん、ね、じゃあやってんのって聞くと、あ、ちょっと怪しいよねって。ゆうちゃんの両方体験したでしょ、やらない自分とやる自分と、うん、だから続けるっていうことが難しいなと思ったんです、うん、そのチラシのことも、うんうん、1ヶ月くらい毎日やってごらんっていうことを言われたんですけども、うんうん、だからやってみたことがあるのとやり続けてますっていうのまたステージが違うので、うんうん、でもあれやりきったら、まあ今さら言ってもしょうがないけれども、うん、意外と繁盛してたと思うよ。そこはそこで変わってたかもしれないです、ね、うんうん、そうそう、違う。なんか僕まあ思うんですけど、まあ今も思うけど、人生ってね、うん、なんか青写真のように何枚もあるんだけど、うんうん、何をやったかによって右に行くか左に行くかとか、そうその全部の連続、毎回瞬間瞬間はね、岐路に立たされてるんですよ、うん、で岐路に立った時にどっちを選ぶかなんですよ。
で、それの質がいいと人生ってどんどん良くなるし、質が悪いと悪い方に行くでしょ、ね、ある人に聞いたんですけど、人間は6万回1日に判断してるんです、うん、あ、そうなんだ、すごいね。で、それは認識がなくても何でもこうやってコップ持つも判断、あ、そうね、そう考えたらあるかもね。6万回してるらしいんですよ、うんうん、で、6万回のうちほとんどがマインドで判断してるんです、うんうん、だから潜在意識とか直感でパッと降りてきても、うんうん、違うよとか無理よって消してくるんですって、うんうん、なるほど。で、それを消されないように直感を大事にやった人は、うん、そのなるほどね、こう間違った道に行くと、まあ、うん、神様がいるかどうか分かりませんけれども、うん、こっちじゃないよ、まあ、直感は英知だって言いますからね、こっちだよって言ってこう全部消すんですって、うん、常識や過去や、だそれを某団体ではわがままって言うんだよね。ですよ ね、わがままを消す、わがままをあの素直に変えていく勉強だよって、ね、で、それをぶれないようにするのが倫理指導の実践だったりすると、うん、そんなことにいかないで実践だと、うん、やりなさいって言うと、うん、変な声が聞こえても、うん、いや朝眠たいなと思っても、くしチラシ配っても誰も来ないやと思っても、明日もやろうって言ってブレないようにするから、うん、なんかこう3ヶ月もなると習慣になりますよね。うんうん、なります。で、必ず何かを学んでますよね。うんうん、学んでる。あのメンタルも強くなると思いますね。なんかやっぱり1週間だったんですけど、やってるともらってもらえない、へこむんですよ、うん、やっぱり受け取ってもらえないっていう、まあ、今の時代もティッシュ配りじゃ若干残ってるけども、 あれなんかもう自分がやった経験があるとね、ついついもらうんだよね、うん、ね、そうですよね、悪いなと思うし、で一言聞こえるか聞こえないかとか、この声でもいいんだけど、受け取った瞬間に ありがとうございますって、うん、ご苦労様ですって言ってあげただけでもう相手1日頑張れるんですよ、うん、で、自分が発したものは返ってくるって勉強してるでしょ、僕らね、うん、だから、ただもらってどうもっていうだけじゃなくて、立ち、ね、歩き止めなくてもいいんですよ、うん、ありがとうございます、ご苦労様ですねっていうだけで、もう本当にその後何時間経つか分かんないけれども、うん、みんな頑張れたりするじゃない。だからそういったことを自分から発するっていうのをやったら、そうすると分かるようになるよね、うん、今回そのたかだか1週間だけれどもやってみて多分変わったと思うんですよ。でもほら、小川サロンまだやるわけだから、うん、これは課題として残ってるのは間違いない。できるチャンスがありますね。そうですね。今後のまた実践のチャンスが。そう。だからもう習慣になっちゃったら強いんだけどね。うん、僕はテレアポ飛び込みで、あの保険屋さんずっとやって頑張った自意識がすごくあるので、うん、だから僕はやったから成果は出たんで、うん、だからできない理屈はないかなって。あとは自分のマインド、ハート、メンタルの問題なんで、やればいい。技術的に不可能なことは全然ないので、うんね、やり続けられるかどうかなんてね。あとあれですよね、毎日、うん、毎日じゃなくても例えば、うん、いつもいると、うん、受け取ってないけど、うん、また配ってるよって言って、うん、顔がとあれが分かって、うん、なんかちょっと悪いなみたいな気持ちになったりして、うん、こっちも相手の顔なんとなく見覚えが出てくるし、うん、同じ時間に配れば絶対同じなんで、うん、あの学生時代さ、あ、社会人になってもそうか、通勤通学の時さ、同じ車両で同じ人いるよね。同じ席に座ったりするんですよね。そう。だから、それはもう、あの、チラシ配りなんていうのはすごくわかりやすくって。ね、だから、やったら面白いこといっぱいあるけどね。今、工藤さんから言われたことが、あの、チラシを自分が断った、あの、相手から、相手の受け取らずに断った数だけ断られるからねって言われたんですよ。だから、あ、私が断った数分受け取ってもらえてないのかなって、うん、その毎週間なりの時には思いました、うんうん、まあまた始める時やってみてください、はい、報告を待って、うん、報告が今度のまた実践、うん、だってほんのこんなちっちゃいのでいいんだもん、はい、でっかい A4 だと逆に邪魔だからさ、うんうん、そうですね、はがきサイズ以下でいいんですよ、うん、それでもやってれば何か出てくるんで、うん、何か出てくるんで、その報告をまた待っております、はい、まあもうそろそろ時間になってるんですけど、うん、1時間話してっていかがだったんですか。あっという間ですね、まあ、ただ今日やっぱりその清掃と小川矯正のサロンが猫が一緒だったっていうことが、うんうん、同じ仕事ですよ。そう、知れてすごい良かったです。なんかそこのがやっぱり自分で一緒っていう観点が全くなかったので、うん、逆に観点がなかったって不思議だよね。だって綺麗にする仕事どっちも綺麗、まあ、仕事
掃除と、だから掃除と美容っていう風に思ってしまってて、人をきれいにするっていう、そこっちの環境をきれいにするのと人をきれいにするのと根っこ一緒で、なんか 分野で見てしまったんですよね。あ、そうだろうね。清掃分野、美容分野っていうことで、仕事は同じ仕事だ、っていうところで対象が変わるだけで、すごい勇気が湧きました。ありがとうございます。よかったです。工藤さん、いかがでしょうか。はい、お疲れ様でした。まあね、あの事情ね、前々からずいぶん聞いてたんでね、いろんなことを思い出しながら喋ってましたね。まあ、あの今後ね、ますますあの張り切って頑張っていただければなと。ぜひ工藤さんの顔も小顔に、はい、やりがいあると思うんで、多分あの若い時この半分の顔してました。頭蓋骨がでかいわけじゃないからね、俺はね、あの脂肪が、はい、よろしく。落ちますので。さっと最後営業されましたね。ありがとうございます。はい、ではちょうど時間となりました。今日はこれで終わりたいと思います。佐藤さん、工藤さん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。